郎、聖十郎。なんだろう、誰かが呼ぶ声が聞こえる。聖十郎、緊急事態、早く起きて。あと5分。やけにリアルな夢だな。これは夢じゃなく現実。えい、キャー、いたたたたたたた。聖十郎、目が覚めた？アサミ、どうしたんだ？緊急事態、ハツホがいなくなった。ハツホがいなくなったって、どうして？これ、ハツホの部屋にあった置き手紙。サクラをぶん殴ってくる。なんだこれは。アサミ、この手紙を見つけたのはいつだ？ついさっき。急げば追いつけるかも。ありがとう、アサミ。行ってくる。急いでるんだ。どうしたんだあいつ。お？すごい速さだな。こんなとこで何やってんだよ。何を、私の家で何やってたって勝手でしょ。ざっけんな。いつまでもうじうじとへたれてんじゃねえ。情けねえったらありゃしねえ。うるさい。もう、いきなりやってきたと思ったら、いきなり殴りかかってきて、わけわかんないよ。うるせえ。今のお前を見てるとイライラすんだよ。夜叉が神宮寺さくらかもしれないから戦えないだ。甘ったれるんじゃねえ。うるさい。発想に何がわかるって言うのよ。大切なもの、目指すものを持ってないあなたに何がわかるのよ。大切なものあるさ。歌劇団のみんなに、神社のみんな、そして何よりさくら、お前だよ。私はさくらが一番のダチだと思ってる。出会ったあの時からずっと、だから一番のダチだから、一番大切なやつだからよ。お前が間違った方に進んだら、いつだってこうして殴りに来てやるんだ。お前がやめてくれって言っても泣いても、ぶん殴って絶対に正気に戻してみせるんだよ。お前はどうなんだ。大切なものをどうやって守る。神宮寺桜が悪に落ちたら泣くだけか、ただ立ち止まってるだけか。どうしろって言うのよ。大切なものを守れよ。お前の、お前だけの正義だよ。うるさい、うるさい、うるさい。もう、もう黙ってよ。黙れ。分からずやが！やめろ、二人とも！って、聞いてくれる雰囲気じゃない。間に合え！うわ！
俺は聖兄さんが私と初穂の間に入ってきたんです。それで初穂の拳が聖兄さんに。そっか、さくらは大丈夫だったのか。私は大丈夫です。聖兄さんこそどうですか。ああ、もうなんともない。それよりそのこの状況はさすがに恥ずかしいな。いいですから、もう少しじっとしていてください。しかし。いいですから。ああ来てくれたんですね。え？喧嘩して帰っちゃったけど、また来てくれました、聖兄さん。それはだって。さくらが心配だったんだ。そんなこと言って、この前はさっさと帰ったくせに。ごめん冗談です。来てくれて本当に嬉しいです。この前は帰っちゃってごめんな。君が傷ついていることは分かっていたけど、どうすればいいか分からなかったんだ。いいんです、私の方こそそのごめんなさいお互い様ってことかな。そうですね。それはそうと、そろそろもっと膝枕したかったのに。いや、さすがにな。もう痛みも引いたし大丈夫だよ。ありがとう。ところで、初穂はどこに行ったんだ。言いたいこと言ったらさっさと帰っちゃいました。あと恥ずかしかったんだと思いますよ、私との喧嘩を聖兄さんに見られて。そうか。すごい喧嘩だったな。女の子ってグーで殴り合うんだ。あまり思い出さないでください。もう恥ずかしいよ。いいじゃないか、本気で喧嘩できる相手がいるのはきっと幸せなことだよ。そうですね。初穂から聞きました、夜叉がまた帝都を襲ったって。ああ、でもなんとか初穂たちが守ってくれているよ。私は今はいいさ、さくらの気持ちを無視して戦わせるつもりはない。大切なものを守りたい、その思いが蘇った時また共に戦おう。だけどこれだけは覚えておいてほしい。初穂の言った通り、君の心には君だけの正義が宿っている。もし新宮寺さんが間違ったならどうすればいいか、君はもう分かっているはずだよ、聖兄さん。さて、それじゃあ俺はそろそろ行くよ。え、帰っちゃうんですか。ああ、伝えたいことは伝えたつもりだ。それに明日はいよいよロンドン戦だ。隊長が留守にするわけにはいかないだろ。君を待ってるよ、さくら。それじゃ。お父さん。後悔のないようにな。あとはお前の好きにすればいい。それだけだ。うん。
初穂、もしかしてずっと待ってたのか。わ、待ってなんかいね。たまたまだ、たまたま。それより一人みたいだな。さくらはどうした？俺はさくらを信じる。へへ、私もだぜ。あいつは絶対戻ってくる。絶対な。なあ、神山。私は間違ってたかな。さくらを殴るたびにさ、涙がこぼれそうだった。私はさ、さくらが大好きなんだ。どんな時でも前向きで、諦めなくて、いつだってあいつに励まされてきた。私はガサツで喧嘩っ早いだろ。悪いことだってやりそうなぐらいに。だけど心がさ、歪まなかったのは間違いなくさくらのおかげだよ。あいつのまっすぐな心がいつも私の手を引いてくれたんだ。だからさくらには本当に感謝してる。本当の親友なんだ。なのに初穂、親友を殴るってのは心が痛えんだな。本当に痛いんだけど、私はあんな風にしか気持ちを出せねえから。なあ、私の気持ちさくらに届いたかな。そうだな。大丈夫、届いているさ。初穂らしいですって言ってたよ。そっか、届いてたならいいや。あ、ならあいつは大丈夫だ。ありがとう、神山。それはそうと、明日はロンドン戦だ。さくらを案じるのは当然だが、戦いの準備もおろそかにしちゃダメだぞ。あっと坊よ、この私を誰だと思ってんだ。帝劇のヒロイン、初穂ちゃんだぜ。初穂ちゃん、明日もきっちり勝ってみせるぜ。よし、それじゃ明日に備えてそろそろ休むか。じゃあな、お休みだぜ、神山。